来たな、春日一番。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと、青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ。そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。分かりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと？お前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか確かめさせてもらいて。あいにく俺は拳で人を見るタイプなんでな。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ。やめとかねえか。情報だけ教えてもらえねえか。なぜだ。ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ。どうやらく気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。あんたやりかねねえよ。ふん、そりゃちょうどいいな。だと？ふざけやがって！吐いた唾！飲むんじゃねえぞ！お前の欲しがっている宝はこの奥にある。宝の番人は俺だ。手にしたきゃ。その番人を倒して前に進め。やってやるよ。死ぬ気で来い。行くぜ。あら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 。
の野郎。頑張ります。
取っておくな。エンドレスラー。ダメだ。やめんな。あ？なに？かかってきなさい。次はなんだ。私がついてるよ。ありがとうございます。いざ見せてやるよ。どうするかね。やってやる。私の番です。私が相手です。とっておき。やってみろ。回復。サンキュー。サンキュー。俺の番だな。とっておきだ。ほら。かかってくる。俺の番か。行くぜ。負けない。次はなんだ。やるか。うん、私の番です。セーラー。ぶっ飛ばしてやる。ザコが。やめんな。よし、行くぞ。絶対負けない。見せてやるよ。だって舐めないでくれ。ほら来いよ。やってみろ。次はなんだ。これをどうぞ。ありがとよ。よし、かかってきなさい。次はなんだ。見てなさい。ダメだよ。どうするかね。やってやろう。さて、痛いに合わせますよ。私の番です。くらえ。強くなった気がするぜ。強くなっちまった。強くなっちまった。悪くなかったぜ、春日一番。何？怪人の一
一撃！テレテテテテテ一番ちょっとねえあええあれドラゴンはドラゴン何言ってんだよお前え知った頭冷えたか頭冷えたかってへっええきっちり冷えたよならいいマジかよそれだけのために喧嘩ふっかけてきたのかなお前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた敵に勝ちたいんなら考えろ向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるかどんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動けそれがお前自身のためにも仲間のためにもなるリオがこれから何をする気かはっきり見せてやるいいタイミングで来たな孫悲その人に頼まれていたんだ偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと起きるはずのことああそのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね必ず何か異変があるはずだとで見つかったんだなああシステムのフル稼働にはまだ程遠いが探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ探し物って殺し屋だよ偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた殺し屋が偉人町なんで清流会の会長を殺した犯人は沢城そしてその命令は青木亮が下していたその沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ青木にとって生きているだけで目障りな存在だいくら警察に黙秘を続けているとしても沢城の頭が目障りだからその殺し屋を使って殺そうってのか青木亮ならそれをやりかねない俺の情報源になっている連中はそう言っていたあなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでにどうせ俺のことも調べたんだろうまあなさすがは伝説の竜と呼ばれ余計な話は後だだがさすが情報通のコミジュルだなよく探してくれたまあな野暮な話をしてしまったからじゃあ本題に入ろう ここどこだスナック街の裏手
ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。ん？俺も知ってる？オウミの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。おお、やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？え、何？有名人？ああ、有名な殺し屋さん。え？こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか。沢城を狙って。でもどうやって？ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、やつなら朝飯前だね。楽勝じゃない。若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ。仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がする。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか。よく考えろと言ったはずだ。この状況すべて踏まえて、俺がやはり間違いだったと言いや、お前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんたもうちょい手伝ってくれるのか。あんたがいれめちゃ心強いんだけど。それはできねえ。え？春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ。全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな。はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすこともやっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、そのマジで強えって本物だと思ったよ。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。
ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。ソスイ、例の場所に動きが。は？今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつが親さんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと？沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ。でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田んとこに行く。異人町から反撃開始といこうや。いらっしゃい。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとう。
なあ。
石尾だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。おい、てめえ、なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり…は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け抜きだったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちが…どっち？こんぬぅ。マジかよ、力比べでも互角。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあ、その第1条は何だった？知るかバカ野郎、名前覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸クソ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。危ねえ。ちっ、しつこいな。石尾だ。おいおい、あんまり熱くなるなよ。ああ、わ、どう、なんでもねえ。さて、くらえ！絶対負けない。おいしくない。あれ、奥の手、痛い目が待ってますよ。死ねえかな。ぶっ飛ばしてやる。怪我しますよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。私が相手で、やるか。私の番ですね。セーラー、どうしようかな。見せてやる。そりゃ、んでお返しや。さて、俺の番だな。かかってきなさい。ほら来いよ。もっと離れませんよ。痛い目に合わせますよ。まだまだ。やめんな。とっておき。
私の番です。おいしくない。やってみろ。危ねえな。ビエン、よし、行くぞ。取っておくれ。どうしようかな。見せてやる。てよ、えい、してみろ。舐めると痛いのに。仕上げの勝ちはどうか。よし、見てなさい。私に勝てますかね。私の番。セーレア、おいしくない。私が相手です。頑張ります。奥の手、いや、俺の番だな。さて、仕上げの回復を。さて、人間を返しや。ありがとう。どうしようかな。見せてやる。痛いよ。私の番です。セーレア、おいしくない。目をお返しや。よし、行くぞ。見せてやるよ。私が、もう、殴られるのが嬉しそうだ。まあこの前は手、いや、どういうこと。極道だけの話かもしれない。ん、何にせよ、あの、ああ、うん、頑張ります。してみろ。はっ、うん、さて、キラさて、くらえ。仕上げの勝ちを。なめんなよ。ふざけてるんか。よし、よし、ほら来いよ。痛い目に合わせますよ。ありがとうございます。俺の番だな。取っておきな。なめんなよ。私の番ね。とっておき。さて、すっきりしましたね。私の番。セーレア、おいしくない。やるか。よし、行くぞ。見せてやるよ。うん、怪我しますよ。うらっ、うっ、どうしようかな。奥の手、さあ、ぶっ飛ばしてやる。よっ、どうしますかね。くらえ。仕上げの回復。やった、またいい女になっちゃった。いいじゃない、また強くなった。終わりだぜ、石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと目標続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。
どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ん、ちょ待て、誰かおる。あいつは。よ、やりましたな、大公。この間の蒼天堀で、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。東条会の裏切り者としてのおめえも、その目的のために長いこと甘んじて受け取った。波のご苦労やなかったはずです。あの時、あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。けどあんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします。なんならどっちでもいけます。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。ふん。どないした。それが。踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい、二手三手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残れたもんや。天道。石尾だ。もう近江も東条会もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。いやかもしれん。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めて
やっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。天道、じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。まあ見張っといて正解やったな。どうしますか？ほな、もうポチッといったれ。了解しました。偉人町の皆さん、こんにちは。投票日を明日に控え、久米、颯太が最後のお願いに上がっております。民事党公認候補、久米、颯太。長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われ、くじけそうになったこともありました。それでも今、あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのがこの久米颯太でございます。ここ神奈川2区だけではありません。久米颯太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一つもたりとも残さない。久米颯太が青木亮と共に起こす新しい波はこの日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えてブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの街は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東条会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長のもとで生まれ変わろうとしているんです。この後、知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には、あ、ん、どうしたの。すみません、知事ではなく
幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか、呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあこれまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。テレビの中継は？もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうかなんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。まさか知事に限ってそんないや本当だよ知事。本当さ、まあほんの少し、ほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私にはそれだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。お、君、すみません、私出しゃばったことをいいんだ、ありがとう。頑張るよさ、そろそろ演説の時間だ。はい、知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。それではお待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。神奈川2区で立候補しております、春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生ご挨拶に参上いたしました。さあ皆さん、春日一番生きております。
後ろの皆さん、見えますか？幽霊じゃありませんよ。どんどん写真でも動画でも撮っていってください。正真正銘、春日一番でございます。偉人町で起きた爆発の中、しぶとくも運よく生き延びて皆さんの前に帰ってまいりました。選挙的には敵対関係にありますが、私は青木先生を尊敬しております。今日はただただその尊敬する青木先生に握手をさせていただきたく、神奈川2区より参りました。というわけで皆さん、ほんの少しだけ青木先生をお借りしたく存じます。何考えてるんだ君、降りなさい。いいだろう、大丈夫だ。あんたは沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。男気はなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。わか、本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のハッタリだ。そう思うなら、それでも結構ですよ。おやっさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だった。でもそれが大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるかは分かりませんね。春日候補からの素晴らしい宣戦布告でした。正々堂々とはちょっと言いにくいところではありますが。よお、ニック、俺のテレビ映りどうだったい？バッチリかましてきてやったぜ。ネットでも大盛り上がりだよ一番。ただね、あいにく君に好意的な声はないんだよ。だろうよ、若と並んでる時は俺いつだって悪役なんでね。そんなの気にならねえよ。ずいぶんご機嫌ね。なあ、青木亮の反応は上々だったからな。計画通りだよ。オーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。君らもカムロ町にアジトが必要だろ。チャンピオン街のスナックアテンシって店だ。そこのママとはちょっといい仲なんだよね。アテンシか。分かった、じゃあ俺らもそっちに向かう。
私の番ですね。ほら来いよ。こいつでどうだ。ほれほれ。頑張ります。なめんなよ。ぶっ飛ばしてやる。よし、行くぞ。誰を呼ぶか。かかってきなさい。よし。怪我しますよっしゃ行くぞ。奥の手ぶっ飛ばしてやる。必殺俺の番だな。舐めると痛い目見ますよ。見せてやるよ。私の番ね。とっておき痛い目に合わせますよ。なめんなよ。私の番ですね。敵勝ったな。強くなった気がするぜ。そこお前お、なんかくれよ。楽しませてくださいよ。行くぞ。よろしくないな。舐めるなよ。くらえ。おいしくない。かかってこいよ。かかってきなさい。見せてやる。とりゃ。ちょっとしんどいな。舐めると痛い目になる。とっておきだ。仕上げの勝ち。そりゃ。私が相手です。行くぜ。怖いの？こいつで。行くぜ。って、くらえ。かかってこいよ。怪我しますね。なんとかしないと。見てなさい。なめるほら、絶対なめる。まずいですね。なめるなよ。セーレア！こいつでどうだ。やばい。怖いの？奥の手。ぶっ飛ばしてやる。じゃあ。ほら。ほら。無理だ。くらえ。仕上げの感じを。立て直さねえと。見せてやるよ。行くぞ。痛い目に合わせますよ。よし、きついですよ。してみろ。見せてやる。さあ。何が引っかかったぜ。よっしゃ。何見てんだ。倒れんじゃねえぞ。
さーて。なめんなよ。くれ。頑張ります。かかってきなさい。奥の手。よし、行くぞ。怪我しました。取っておきだ。痛いよ。なーい。死ぬか。よし、取っておき。私の番です。はい、ほら。ほら、来いよ。くらえ。あったな。開けてみるか。開いたぜ。私の番ですね。怪我しますよ。ダメだよ。どうしようかな。一発やりてー。奥の手。はあ。よし。誰がいいか。来やがれ。来いよ。よし。私に勝てますかね。とっておき。よそ見すぎるおい。なめると痛い目になった。ほら来いよ。さあ行くぞ。せーれや。舐めないでくれる。仕上げの開始だ。痛い目に合わせますよ。私に勝てます。頑張ります。私の番ですね。俺の番だな。舐めると痛い目見ますよ。どうしようかな。よし。私の番です。痛い目に合わせますよ。よし。さて。くらえ。また強くなっちゃったね。
文句あるのか。ムカつく。許さないぞ。かかってきたまえ。私の番ですね。ほら来いよ。ほら来いよ。私に勝てますかね。かかってこいよ。こっち見ろ。お？とかかってこいよ。なめんなよ。とおりゃ。なめんなよ。退屈な野郎だ。やるか。絶対負けない。はい。ほら来いよ。ほら来いよ。来やがれ。どうした？なめないでくれる？怖いの？なめると痛い目にいますよ。来てみろ。なめんなよ。こっち見ろ。絶対負けない。私に勝てますかね。かかってこい。ほら。ふざけてるの。なめんなよ。退屈の野郎だ。かかってこいよ。え？怪我します。かかってこい。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。どうした？なめんなよ。え？ほら来いよ。なめないでくれる？してみろ。こっち見ろ。せーりゃ。仕上げの回復じゃないの。え、私が相手です。頑張ります。どうした？奥の手。かかってこいよ。手を。ほら来いよ。よし行くぞ。痛い目に合わせるよ。よしよし、舐めるの痛い目に合わせる。さて敵に引き当たったぜ。見せてやる。俺の番だな。上がってこいよ。見せてやるよ。私が相手です。これで。なめんなよ。クロエ。痛い目に合わせますよ。見てなさい。サンキュー。来いよ。ぶっ飛ばしてやる。かかって来いよ。絶対負けない。かかってきなさい。してみろ。奥の手。これで私の番ですね。やる気あるの？ちょっとおとなしくして。ほら来いよ。よし、いざ。誰を呼ぶか。私が相手です。クロエ。よし。これで。何だ何だ。どうしようかな。見せてやる。は。さて、よし。怪我しますよ。してみろ。せーりゃ。おいしくなる。なめんなよ。いくぞ。いくぞ。頑張ります。絶対負けない。2回目に私の番です。私に勝てますかね。仕上げの回数圧です。俺の番だな。来いよ。とっておきだ。はっ。クロエ。してみろ。クロエ。なのか。私が相手で。とっておき。さて。
やるか。やる気あるの。セールプレゼント。どうしようかな。なめんなよ。見せてやる。かかってください。えい、よー、これでくらえ。見せてやるよ。痛い目に遭わせて。くらえ。どうぞ。奥の手。やー、よし、見てなさい。回復。ありがとうございます。これで だってさーて、勝てますか。俺はバサラ相手で来いよ。とっておきだ。どうすな。やるか。とりゃクロエ、クロエ、かかってきなさい。私の番です。私の番ね。とっておき。かかってこいよ。これで、これで。頑張ります。てよ。さあ、見せてやるよ。さて。よし。してみろ。よし。どうしようかな。かかってきなさい。私の番ですね。セーリア、絶対負けない。セーリア、これで俺の番だな。とっておきだ。私が相手です。おいしくなるよ。頑張ります。なめろ。行くぞ。私の番ね。見てなさい。いい子にしろ。私の番ですね。よし、行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。怪我しますよ。見せてやるよ。うれ、痛い目に合わせますよ。クロエ、どうしようかな。やー、なめないよ。これで、これで頑張ります。とりゃよし、とっておき。よし、サンキュー。サンキュー。俺の番だな。とっておきだ。私が相手だ。負けの気持ちよしな。勝ちだ。開けてみるか。やったぜ。
さあ片付けるかね。謝罪するまでぶちのめす。ほらかかってこいよ。さて、なめるな。私に勝てますかね。来いよ、こいつでどうだ。なめんなよ。どうしようかな。私が相手で見せてやる。分かってる。とりゃ来てるよ。よし、誰を呼ぶ。よし、私の番ですね。やる気あるの。せーれや、なめんなよ。仕上げの鍵を出して行くぞ。してみろ。奥の手。やあ、やあ。いや、さて、くらえ。おいしくなーれ。俺の番だな。ふざけてる。見せてやるよ。どうしようかな。見せてやる。ほら来いよ。はっ、絶対負けん。私の番で怪我しますよ。とっておき。私の番。セーレア、打ち上げの回数を。やるか。奥の手。私が相手で。よし、とっておきだ。やめる。おいしくない。見てなさい。それでも食らえ。どうしようかな。見せてやる。上がってきなさい。私の番ですね。できましたね。任務完了。なかいい感じっしょ。めっちゃいい感じ。
いらっしゃい。ごちそうさまでした。ありがとうね。一仕事すか。泣き言言っても遅いぜ。最終試合になります。さて、ティアが当たってこいよ。固まったね。くれ、舐めないでくれ。頑張ります。見せてやる。痛い目に合わせますよ。せよ、俺の番だな。怪我しますよ。見せてやるよ。私が相手で。なめんなよ。なめると二重になります。これでおっと早いよ。くらえ。私の番です。セールおいしくない。どうするかな。奥の手がかってどりゃ。さてくらえ。ほら来いよ。仕上げの勝ちだ。よし、行くぞ。とっておきだ。仕上げの勝ちだ。よっしゃ、来い勝ちだ。任務完了。いらっしゃい。ごちそうさまでした。ありがとうね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ねえ、来たわよ、ニック。あんたのお友達でしょ。はーい、一番。おう、いろいろとありがとね。そんなに青木と握手したかったの？それが一番の計画？別に握手がしたかったわけじゃねえ。でもあれで計画の第一段階は無事に完了だ。若は俺の話にしっかり食いついてた。青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。計画って何よ、教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データがミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ、そんなデータがあるの？ねえよ。はい、ブラフ張ったりさえ。でも耳にした以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら、政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に家探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂に参上すると若に伝えたい。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには近江連合の連中が大量に送られるはずだ。でどうなるの？今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこねえ。でも出てこねえじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ、おやっさんを殺したあの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。カズカ、ここはやべえ。ね、全員ここ出るんだ。確かに天道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ？青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に計画通りに現れるかな。今のあいつは東京近江連合のトップだ。データを探し出すために陣頭指揮を取る立場だろう。明日ミレニアムタワーに必ず現れるさ。まあ計画としては筋は通ってる。春日の考えに乗るしかないようだな。まさか春日君がそんな策略めいたこと考えるなんてな。なんだか
寂しいじゃんよ。本当にね。ただし青木や天童はおとなしく明日を待ってくれるわけがない。まずユウたちを消しにかかってくるだろうね。この先ユウたちにとってカムロ町は完全なるアウェイ。一歩外に出れば遊び相手にはこと欠かない状況ってことだよ。そいつはいいね。長いことじっと隠れてるだけだった。ちょうどウォーミングアップしてえと思ってたとこだぜ。ほんで、要するに荒川組の事務所を矢探しせえとはそうおっしゃるんで。そうだ。はあ、でもそりゃそちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか。すんまへんな。わじゃ、沢城ほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけど、やっぱり生きとったんですな、春日は。まあ、頼まれた通り矢探しもします。でも、春日の玉もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って。証拠になるような命令は一切口にせんというわけでか。堅実でんな。一つだけお前に言っておく。へい。もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ、天道。ふん。わきまえてます。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな、信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。そこを土台にして次にやるべきことは何か、てめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り、俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生。なんだ。いずれあんたわしらなしではおられんようにしてみせますわ。うーまこっちゃん、ちょっと見ねえうちに老けたな。
お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。この人は俺の数少ない信頼できる刑事仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。あいつ？俺の大切なダチのことさ。んなことよりお前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。ありがとうございます。じゃあな。サンキュー、まこっちゃん。すまねえな、巻き込んじまって。なーに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。よし。おはよう一番。テレビで見たけど、もう投票始まってるよ。神奈川2区。もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ、面白半分に入れるやつもいるだろう。ふん、違いねえ。なあ、一番。な？俺らはいつでも構わねえぞ。神室町のミレニアムタワーが口開けて待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな。入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね、一番。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いかがでしょうか。応援しています。
私の番ですね。怪我しますよ。なめんなよ。くらえ。くらえ。かかって。頑張ります。かかってください。見せてやる。当たって。ほら来いよ、俺の番だな。誰を呼ぶ。痛い目に遭わせますよ。してみろ。これで元通りだ。食らえ。なめんなよ。セーレア。おいしくなーれ。どうするかな。ほら来いよ。奥の手。誰に言われてもいいよ。なめんなよ。あ、おった。私の番です。私に勝てますかね。ほら来いよ。くれ。どうしようかな。やめるんだよ。誰に当たるかな。俺の番だな。誰がいいか。決めたよ。よし、かかってきなさい。見てなさい。さて、くらえ。してみる。嬉しくない。頑張ります。敵に引き届くとぜ。強くなった気がするぜ。慣れましたね。またいい女になった。
と。やっぴー。余裕余裕。私の番です。ほら来いよ。おいしくなーれ。どうしようかな。奥の手2回目に合わせますよ。誰に当たるかな。よし行くぞ。舐めると2回目見ますよ。とっておきだ。ほら、おいしくなーれ。じゃあ上がってきなさい。せっ。行ってみろ。なめろ。仕上げの勝ちだって。敵に引いただった。よっしゃ。テンション上がります。私の番です。私に勝てますかね。ほら来いよ。くらえ。頑張ります。2回目に合わせますよ。なめんなよ。俺の番だな。誰を呼ぶか。よし、とっておき。さて、おれ、どうしようかな。さあ、私の番です。よし、行くぞ。いいじゃない。また強くなっちまった。私の番ですね。舐めると痛いのに。してみろ。かかってくれ。頑張ります。ほら来ないよ。絶対負けない。誰に当たるかな。俺の番だな。元気出てきた。やっちゃいますよ。してみろ。なめないでくれ。さて、くらえ。どうしよう。やるか。やあ。いい進化だったぜ。
よろしくもちですよ。かかってきなよ。見せてやる。絶対当たって。痛い目に遭わせますよ。立て直さねえと。しんどいね。見てなさい。はっ。やってやる。私が相手です。まずい。おいおら、これはやばい。奥の手。誰に当たるかな。よろしく。ザイダ、舐めないでくれ。敵人だったぜ。強くなった気がするぜ。私の番です。舐める。舐めるなよ。おい、何やってくらえ。どうぞ。ぶっ飛ばしてやる。来てみろ。どうしようかな。見せてやる。私が当たって。舐めないでくれる。よし、行くぞ。だろうか。よし、ほら来いよ。見てなさい。してない。だってせーりゃ。ちょっとおとなしくしてて。頑張ります。奥の手ぶっ飛ばしてやる。誰に当たる。ほら来いよ。私の番ですね。逃げしました。俺の番だな。とっておきだ。みんな死ぬなよ。回復だ。サンキュー。私の番です。かかってきなさい。とっておき。どうしようかな。見せてやる。当たって。痛い目に合わせますよ。怪我しますよ。あっち。舐めないでくれ。行くぞ。いかかってこか。さて、くらえ。どうぞ。よし、よし、行くぞ。見せてやるよ。正
俺に問題なしだ。私の番で来いよ。頑張ります。奥の手。誰に当たるかな。また強くなってるね。
調子に乗るのもここまでだ。余裕まずいですね。なめしてるよ。スーラー、なめないでくれ。止める。ふざけないでください。あっ、きついですよ。ほら来いよ。見せてやる。当たって。私がバッチリだ。当たって来いよ。何とかしないと。とっておき。ちょっとしたら上がってきなさい。絶対負けない。舐めると痛いのに。してみろ。あ、終わりだ。ほれほれ。当たった。私が相手だ。それ、うん、よろしく。ほら来いよ。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。